今いろんな授業をやってるのもセカンドキャリアのためではない。やってめっちゃ恥ずかしい思いして成長するチャンスを得た方が。最後に本田さん、長友さんからこう始まり、今だとこう徳良さんとか、例えば鈴木大輔さんとか、はいはい、競技外での場所での活動とかをこう積極的にやってる選手って、サッカー以外の選手もすごい増えてると思うんですけど、こうその時にセカンドキャリアのことを気にしだしてんのか問題出た俺プロになった時から気になってたの18でプロになって、まあだって10年、まあ15年できたら結構さ、まあ、トップでできたらだいぶいい世界でさ、うん、まあかといってなんか別にその若い時はサッカーしかしてなかったし、まあ、なんかふわっと考えてることはあるけど行動には移してなかったけど、なんか何すんのよってずっとその時から思ってた。俺真逆だ。俺セカンドキャリアのこと一切考えたことないし、まあ、今いろんな授業をやってるのもセカンドキャリアのためではない。逆に今やってる理由は今出会った仲間と、そういうじゃあ今自分以外の誰かのためになることがあるんだったらやろうよっていう話になって、まあ始めてるから、自分のセカンドキャリアだとかっていうふうに全く思ってなくて、逆にでもそうやって自分が立ち上げた事業が誰かのセカンドキャリアに有益になればいいなっていうのは最近思ってるけど、自分がやってることに対して自分のセカンドキャリアっていうのは全く考えない。まあその時にもう一回その時の金は稼いやいいって思ってるから、まあ、別になんか今から準備してとかっていうふうにはあんま思ってないから、セカンドキャリアのことを考えんなみたいな人結構いるじゃないですか。ああとにかく言われる筋じゃないからでももちろん全部、いや俺らも 100% サッカーに注ぎ込んでるんだけど、だけどみんな友達はいるでしょ。で自分が稼いだお金の中で、じゃあこの友達とこういうことを始めます、そこにお金を自分が使う、みんながじゃあ自分の趣味にお金を使う、例えば本読むのが好きだったら本読むこと、あと何だ、いろんな趣味がただでやってるわけじゃないから、自分たちが頑張って稼いだお金でやってるわけ、自分が稼いだお金の中でできることをやってるだけだから、なんでそんなみんな言うんだろうって、うん、今でこそ結構増えてきてるからさ、昔よりは全然みんないろいろやってるもんな、うん、やってんだ、サッカー選手もやってるやってる、知らないけど多分結構やってる。一般人の人も企業に勤めてて、よりその収入の高いキャリアアップをするってなったりとか、転職したいとか副業したいっていう時に、自分が働いてる時間の外で勉強したりとかいろいろやって、その先にそのキャリアステップがあるわけじゃないですか。これってスポーツ選手ってやっちゃダメなの？絶対そんなことないじゃないですか。だからそういうでも声を気にしちゃう選手ってでもめちゃくちゃいると思うんですよ。いると思うね。だからみんなあんま出さないよね、やつ、うん、やっぱでも、まあ、出さなくてもいいんですよ、うん、やっぱ自分たちが今サッカー選手っていう職業で、まあ、運よくプロだらけで、まあ、代表にもね何回か行けて、で今使える、俺らもう15年後引退したら、まあ、サッカー選手っていう肩書きがなくなったらもう普通の一選手、選手は、ね、一般人になる。で今しか使えないこのなんていうの、サッカー選手っていうブランドとか、小林幸の杉本健也っていうブランドをやっぱ俺は使うべきだと思ってて、それは自分のためだけじゃなくて周りのためにもなるじゃん。誰かがいて授業を始めるときに小林幸が協力してますよっていうことで、少なからずこの人たちのためになれる、まあ、経緯もそう、やっぱそういうのは使えるときに使っておかないとかなっていうのは、まあ、もったいないかなって思ってるから、どんどん俺は出して行きたい、発信していきたい、まあ、それが誰かの助けにもなるし、まあ、自分のためだけにはやってないから、誰かがいて成り立つことしかやってないから、まあ、でもこれからも多分スタイルは変わらないと思う。いや変わんないどう、お前サッカーやってるの、やってどうする、あそれ言われた時のすごいちゃんとした返しをちょっと考える。サッカーだけやってる、お前サッカーだけやってる、練習しろ、ありがとうございますが一番穏便に済むらしいダルビッシュさんが言ってますね一般の人でも何かチャレンジしたい時とかにそのまま挑戦して大丈夫なんかなって不安になったりする時とか結構普通の人もあると思うんですけど、やる前に不安になってやらないで後悔するよりも、やってめっちゃ恥ずかしい思いして
成長するチャンスを得た方が、まあ、失敗するかもしれないけど、やって後悔する方がいいから、後悔するんだったら、もし後悔するんだったら、まあ、それ踏み出さずにチャレンジしなかったら、その記憶って10年経っても20年経っても、あの時こういう風にやってたら自分はこなれたかもしれないっていう、まあ、後悔に変わると思うから、でも俺はもうその日にこれをやりたいって思ったら、絶対その日のうちに何かしら行動して、それができる方法に持っていく。それがまあうまくいくいかないとか、周りにやめとけよって言われたとかってあんま関係ない。自分がやりたくてこれにチャレンジしたいと思ったら、その日のうちに全部成功してたらもう逆に不幸だよ。だってもう何してもできちゃったら、そんなことありえないから。メッシでもミスするし、メッシのミスシーン見るのが俺の唯一の好きなんだ。取られたイニエスタとかね。いやー、俺が言おうとしたことを一語一句全滅する。お前自分が言うの面倒くせえだけど。若いから失敗したら何回でも立ち上がれるやん。失敗したらダメ、失敗したら怒られるっていう教育を受けてきてるから、みんなできないわけで、俺らはそういうのを仕方してきたわけです、うん、だそういう教育を受けてきた人たちっていうのは、もうミスするのが怖いし、常に正解を求めたいし、何かチャレンジするってなった時に必ずリスクが伴うわけね、うん、そのリスクを取れなくなる原因でもあるから、まあ、その教育に対して、まあ、いろいろ言ってる、言う人が増えてるよ、うん、俺もなんか、まあ、自分がもし自分がこの先生だったらとか、こういう教育授業できたらなっていうふうに最近考えて、うん、もっと自分の好きなのにチャレンジできる子供たちが増えたら楽しみになる。やっぱそういうのは、まあ、やっぱ日本の文化というか歴史でもあるから、いいとこでも悪い悪いとこでも、それをこうミックスさせていける、発信していきたいな、うん、今のも全部チームック一緒英語で言いましたね。ケイヨがこうやって前向きに YouTube をしっかり撮り続けて、まあ、発信し続けてるっていうのは結構びっくりだよ。そんなタイプじゃないもん。タイプじゃないし、こうやってやることで自分の考えてることを言語化して人に伝えるっていうトレーニングにもなってるから、家でカメラ1個置いて1人で喋るだけでいいから、周り誰もいないし、やっぱ恥ずかしくもないと思うし、自分のトレーニングだと思って俺もやろうかな。ちょっともし俺が YouTube チャンネル始めたらちゃんと宣伝して、でもうまく喋ってくんないってな。大丈夫大丈夫、じゃあお願いします。今日はじゃあ小林祐希選手来ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。